お久しぶりでございます。帰るピピのお時間がやってまいりました。今回はですね、皆さんがお待ちしておりましたあの企画がから1ヶ月が経ちましたということでね、結果発表したいと思います。結果はですね、いいですか、発表しますよ。79キロを落とすことはできませんでした。残念ですね。ってことなんで、お約束通り、1名様にね、5000円相当の、ものをプレゼントしたいと思います。まあ今日からね、ちょっと応募っていう形になっちゃうんですけど、締め切りは25日までです。ちょっと前までにね、応募してくれた方ももう一度こちらの方で、コメントをしてチャンネル登録をお願いいたします。25日まで皆さんお待ちください。あとですね、カエルピピの新機能というものをね、考えてみました。誰が使うか分かんないんですけど、カエルピピとお話ができる、電話ができるね、コーナーということでね、スカイプでなんて調べるんだ、あれカエルピピって多分調べて出てくると思うんですけど、出てこなかったらね、コメントで俺のそのカエルピピ用のスカイプのやつを貼るんで、よかったら皆さん YouTube の生の声っていうのもね、聞けると思うんで、はい、ぜひ皆さん電話しましょう。あと最後にですね、昨日ですね、バレンタインデーだったんですけど、ちょっと今年はね、作るのを断念しました。というのもね、さすがにあんなチョコレートをですね、誰かに渡すわけにはいきませんから、もうちょっとお勉強してから、ホワイトデーとかわかんないですけど、作ってみようと思います。それではありがとうございました。